どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ベラパトなどを書いております。左利きのエレンのドラマ化とアニメ化の話をしようということで、なんかというのも、その左利きのエレンってドラマ化してるんですよ。で、結構とっくにしてて、2019年かな、5年前にしていて、でアニメ化も、2年前に発表してるんですよ。で、なんで今その話をするかっていうと、なんか未だにっていうか、もうずっとその旧 TwitterX で、左利きのエレンドラマ化してほしいとか、アニメ化してほしいっていう、まあ、投稿をね、よく見るんですけど、なんか知られてないんだと思って、ドラマ化してほしいぐらい好き、アニメ化してほしいぐらい好きっていう、まあポジティブな感想なので、別に嬉しいだけなんですけど、なんかもうしてるよとかもなんか直接言うわけにもいかないんで、その多分ね、この YouTube とかを見てる人はもうとっくにもうね知ってると思うんですけど、まあ左利きねドラマ化アニメ化、決定しておりますということで、改めてちょっとその話をしようかなと思ってます。で、まあドラマ化のことは、まあちょっと年月経ってるんで、その知らなくても当然というか、まあ5年前なんでね、例えばなんか5年前小学生だったから知らないよとか、なんかまあそういうケースもあるでしょうし、結構前ですからね、5年前って。だからそれは置いといてというか、ドラマはめっちゃ面白いんで、ぜひ見てください。っていうか、ドラマはもう5年前なんですね。あっという間だな。まあ、どういうタイミングだったかっていうと、そのまだリメイク版が出てそんなに経ってない時だったんですよね。多分4巻5巻ぐらいだったはずなんで、連載始まったから1年ぐらいの時だって、1、2年の時だったんで、そのまだ巻数もそんなにいってないところで、正直そのリメイク版ジャンププラス版の読者からすると、まあ、早いっていう印象だと思うんですけど、あれ実はその僕が書いてたその原作版の左利きのエレンに対してそのドラマ化のオファーがあって、でまあぜひぜひっていう話で進んでたんですけど、その1個だけ条件出して、これからジャンププラス版でリメイクするのが決定してるんで、それで始まってちょっと何冊か出したぐらいにしてくださいって言ったんですよ。じゃないとなんかもったいないと思って、そのジャンププラス版に読者がつくのは分かっていたので、まあドラマを待ってもらってたっていう感じなんですよね。まあ結果的に良かったかなとは思ってて、まあ本当はね、その完結気味なんかもうちょっと後ろでやった方が、やっぱね、その関数重ねるごとに読者増えてった印象で、もう最終章でもうマックスみたいな、ずっとこう読者増えてった感じがしてたんで、まあ遅ければ遅いほど良かったとは思うんだが、ただそんなにね、その待たせるわけにもいかなかったんで、その原作版があった時からまあオファーいただいてたんで、まあ相談した結果ベストのタイミングでやったっていう感じだったんですよ。だからまああれもまあ元を正せば原作版のドラマ化なので、岸綾乃とかは出てこないと。まあそもそもね、ちょっと尺の関係でルーシーとかね全然出てこないですけど、まあそういう経緯があったと。で、アニメ版も今回そのあれなんですよ。原作版が原作なんですよ。それ何言ってか分かんないですけど、まあ原作版はもうその名の通り原作として書いてるんで、まあある種そのカルピスの原液みたいな。で、カルピスの原液ってその飲みやすくはないじゃないですか。濃いけど飲みやすくはないっていう。まあまあ、二船さんの絵がそのやっぱり漫画版でいうとその完成というか、その、まあ、一番その飲みやすい、まあ、商品としてどこに出しても恥ずかしくないのが二船さんの絵で描いていただいているジャンププラス版だと思ってるんですが、まあそれに対してまあそれの材料の元っていうかね、原作カルピスの原液みたいなのがあって、まあ、なのでそのドラマ化とかアニメ化とか、まあ、舞台化とかそういうメディア化するときは一旦
現役を渡してるっていう感じなんですね。まあなのでその今予定しているアニメ化も原作版が元だと。まあとはいえそのなんか集英社が何にも協力してくれないわけないんで、そのちゃんと集英社と足並み揃えていろいろやらせてもらいますし、多分二船先生にも何かお願いすること多分たくさんあるし、実際もうあんまりこれでまあ二船先生にもいろんな相談をしてます。ちょっとねごめんなさい、アニメのことは本当に言えないことしかなくて、言えることがなくてちょっと何も言えないんですけど、その言えることがないっていうのはそのまあ、情報解禁のスケジュールがはっきり決まっちゃってるんでちょっと言えないで、今日はでも、まあ話せる範囲でアニメ化の話ちょっとやっぱしようと思って、でもうここにねここは話していいよっていうのをメモしてるんでちょっと話しますけど、まあそもそもなんかちょっと心配されてる読者の方もいて、そのアニメ化発表してから音沙汰がないみたいな、なんかトラブってんじゃないかとか中止になったんじゃないかとか、そういうあの心配を、おかけしてる可能性があるんですけど、全くもって順調で、まだ始まっあの制作が始まったばっかなんで、まあ、順調も何もあの普通にあの予定通り進行してるって感じなんですけど、もう一言で言うと一般的なアニメ化の情報解禁より信じらんないぐらい早く解禁したんですよ。これがあのちょっと特殊なあのポイントで、なんでかっていうとアニメ化決定ってもうアニメ化作りますもうハンコポーンみたいなさ、そのもう締結みたいなさ時がちょうど最終巻の発売する前だったんですよね、ジャンププラス版ので、数ヶ月後にジャンププラス版の最終巻が発売になる2年前のもう冬ですよね。その時に頭よぎったんですよ、テレビアニメ化決定って帯間に合うんじゃないみたいな。だから正直通常だとアニメが放送される年じゃないと解禁しないんですよ。今ねあのジャンププラス系の作品いっぱいあの放送されてどれもすごいクオリティでやってますけど、ダンダダンとかもさあのダンダダンアニメ化決定から1年も経ってないじゃないですか、多分ちょっとあれ見てないか分かんないけど、まあ普通はそうなんですよ。でもアニメ化はもうだいぶ前に決定してるはずなんですよ、2年前とかは、それ下手するともっと前とかにアニメ化は決まってるはずなんですよ。でそれをまあ温めておいてアニメが放送する手前で出す、これが普通なんですけど、左引きのエレンの場合そのジャンププラス版の読者もすごく多いので連載が終わった後だとその情報が届かないだろうなと思ったんですよね。そのジャンププラス版の読者で僕 の SNS アカウントをフォローしてくださってる人ってもう本当にごくごく一部なので、多分なんかジャンププラス版で読んでくださってたまあ読者がまあ80万人ぐらいだとして、まあ僕の例えばツイッターとか6万人とかノート6万人とか、まあだから大体6万人ぐらいなんですけど、だからもう10分の1も多分フォローしてないんですよね。で仮にその漫画終わっちゃって2、3年後にアニメ化決定ドンって言っても今読んでくれてる左引きのエネをリアルタイムで読んでくれてる一番見てほしい人たちに届かなくなっちゃうんじゃないかなと思って、さすがに異例中の異例で超早いけど決定してることは事実なんで、だってまだ監督もさどこで放送するかもさ声優もオープニング曲もさその何もかも決まってない中でアニメ化だけが決まってたんですよ。ティザーのビジュアルとかも存在してないですよ。だってまだ監督が決まってないの。だからどうするって言ったけど、でもいろいろ考えた結果あの僕はその今その2年前その左引きのエレンを最終回までジャンププラスで追ってくれた人たちに絶対に知っといてほしい、もうちょっと先になっちゃうけど、とりあえずすることだけは伝えたかったんですよ。まあ、なので
アニメ化決定で最終巻にもうねじ込んだっていうのがリアルなところです。であれから2年経ってその続報がない中でご心配おかけしてるかもしれないですけど、あのシンプルにあの告知が早すぎたっていう最初の第一報が、で早すぎた理由はまあ今言った通りです。であの実際どうなのかって今どんな感じっていうと、まあ、もう予定通り進んでて、まあ、公開時期とかね、その監督誰だとか作画誰だとか、その辺のスタッフとかそういうなんか情報はねまだ言えないんだけど、本当にめちゃくちゃいいと思います。まだそのさ、成果物見てないですよ、そのアウトプット。だから例えば第1話を見たとかじゃないんで、そのまだあれなんだけど、今んとこ夢みたいな今んとこ夢みたいな気持ちで、これ絶対いいじゃんっていうスタッフさんと内容になってます。マジで楽しみです。これ多分ね、マジで読者増えると思う。左利きのエレンって、まあ、知名度は多分、まあ、中の下とか、まあ、世の中の漫画の中で、なんか漫画好きな人がなんか面白いって言ってたなぐらいの、なんかその多分それぐらいの認知度、そのマスの作品じゃないじゃん、誰もが知ってる作品ではないと思ってて、でも今んとこアニメ化したら読者増えると思います。いやだからね、左利きのエレンのなんか良かったなと思うポイントがあって、売れるまですげえ時間かかったんですよ。で原作版もあったじゃないですか。原作版っていうのを2016年から連載していて、読み切り書いたのなんて2015年ですよ。9年前ですよ。9年前に読み切り書いて、8年前に僕が自分の絵で連載始めて、で、2016年ぐらいからジャンププラス版始まって、で最初も泣かず飛ばずで売れなくて、もうあれこれ打ち切りとか思ってた。でもドラマ化決まってるしな、やばい、ドラマ化の前に終わっちゃわないみたいな、すごい危機的な状況を乗り越えて、でドラマ化でその後100万部いって、で完結後に300万部いってっていう、なんか本当に細く長く続いてる作品なんですよね。だからなんかいっぺんに消費されない作品になってよかったなとは思う。まあもちろんね、その一発ドガーンってさ国民的ヒット作出した方が儲かると思うんだけど、そのまあね、それで言ったら別にどっちがどうだっていう結果論でしかないんだけど、僕はその左利きのエレンは結構そのどの世代にも見てほしいと思ってたから、 どうせあれ昔話なんですよ。書き始めた当時は本当にちょっと前だったんだけど、今となってはまた10年近く経ってるわけだから結構昔話。だから2007年とか2010年前ぐらいを書いてるから、今だって14年前ですよ。だから今さ、例えば新入社員で入った人が、まあ、22歳だとすると14個上の先輩ってさ、もう神じゃん22のプラスだから36歳とか、ちょっとごめんなさい算数ができない、36歳とかさ、40アラフォーだよ。アラフォーの先輩って神じゃない。なんかさ仲良くなれる普通のなんか兄貴的な先輩って30ぐらいまでじゃん。アラフォーの先輩っていうかさ、先輩っていうかもう上司だよね。だから今の新入社員の子がさ見たら、あ、うちの会社の上司が若い頃の話だとかさ、そういう感じで見れるじゃない。だからでもう10年先もそうなのよ。あ、うちの社長が若い頃の話だとかさ、でまあそれだけの残しておくべきと思うぐらい、俺は面白い時代だったと思って、そのいいとこも悪いとこも両方含めて変わった時代だと思ってて、その働き方について、仕事に命かけるって今だとどうなのっていう感じだと思うけど、そういういろんなさ、今は働き方が選べる中で、あえてその働き方を選ぶ人もいれば、あ、そういう時代もあったんだって面白がってくれる人もいるだろうし、なんかそういうのも含めて、そのなるべく長く読んでほしい作品だったから、リメイクしてよかったし、ドラマ化してよかったし、これから控えてるアニメ化によってまた読んでくれる層が増えるなと思って、
ものすごく期待してます、楽しみにしてます。でドラマ化もすごい良かったなと思って、あの今サブスクで結構見れるらしいんですよ。なんかちょっと時期によってどこで見れるかとかあれだからちょっとあれだけど、なんかねサブスクで見たよっていう人が結構増えてて、なんか海外の人とかも見てるっぽいから、なんか海外で見れる方法があるのかな、なんかわかんない合法なのかわかんないけど、割とそういう声もあったり、うん、この前ねこの前ねちょっとどうしよう返信どうしようと思って返信しなかったんだけど、まあ中国の方から DM が来て、もうなんかちゃんとすごい丁寧に日本語ちゃんと頑張って書いてくれてて、左利きのエレンのドラマを拝見しました、面白いですって、大好きです、ところでエレンとさゆりは付き合ってるんですか、あのあとどうなったんですか、すっごい真剣な DM が来て、なんて返したらいいか分からず、そのままにしてます、すいません。生身のさ役者さんがさ演じてるからさ、もう全て全員素晴らしいんだけど、だからやっぱり良かったね、やっぱり役者さんのそのファンがいる限りその何度でもこう見直されるし、やっぱり未だにさその演者さんがさその新作に出るたびに、あこの子好きだわ、この人かっこいいとかでさ、なんか他に出てる作品ないかな調べて左利きのエレンに行き着くとかで、そっから漫画に入ってもらうとか、やっぱドラマもやっぱ残るからやっぱいいっすよね。で最近だとね、まあ、地面師見ててさ、うわこのなんかクズだけどすげえイケメンでなんか憎めないこのホストいいわ、このホストの俳優好きだわってルカワに行き着くとかね。で何の話かっていうと、そのまあドラマかアニメか待ってますって声が多いから、そのいや実はしてるんだとか実はもう決定してるんだっていうのを、まあ、お伝えするのが、まあ、第一義で、でドラマはマジで多分ね、どっかしらで常に見れると思うんで、ぜひ見てください。ちなみに YouTube で第一話公式で無料で開放してるんで、左引きのエレンドラマで YouTube で検索すると第一話が見れます。あとねすげえクオリティ高いロング PV とかもあったりして、なんかあ実写こんな感じなんだって見るだけだったら、まあ、ロング PV とか見てもらってもいいかなと思います。まあ、アニメ化はね、その続報もね、準備でき次第、制作委員会とかその PR の方法とかもいろんな、もうすげえちゃんとやってくれてるんで、準備整い次第もうすぐにお伝えするんで、とにかく何かトラブってるわけじゃないというのだけお伝えしておきますまあ告知が早すぎた、追っ立てんのが早すぎるんだよ早漏やろうということで、まあ、そんでね、せっかくなんで、まあ、近況とかを話すと、最近ね、ちょっとまた原作者仕事が増えてきそうなこう機運を感じてまして、ジャンププラスでも原作者として新作今準備中でございます。めちゃくちゃ力入れてる、もう左引きのエレンを超す作品を作ろうと思ってるんで、そちらも今もうそれはもう本当にね、もうストイックに、もうなんか告知することもないです、本当にストイックに机にへばりついてやってます。でそれはまあ一つ楽しみにしておいてほしいのと、あともう一個、多分初めての媒体でジャンププラスでもなくスピリッツでもなくの新しいその有名な媒体で原作で一本やろうっていうとこまで決まってますまあちょっとそのまあいろいろ条件とかいろいろあると思うんで、ちょっと、まあ、僕はもうやるつもりでいるんですけど、まあ、僕がこれまですでに書いた、まあ、短編ですね、それを元に、うん、いい報告が近日中にできるんじゃないかなと思ってます。だから原作者としてまあ今2本準備してて、まあ、原作版の連載、原作版左利きのエレンで、ご飯ですよの最終回も書かないと、あともう何を隠そうブラパト、まあ、ブラパトはね、もともと内容的にすげえ長く続ける長期連載の計画じゃないので、さすがにさ10巻とか言ってさ有名メゾンのバッグ買えなかったらさかわいそすぎるじゃない。
まあ、なので意外と実はもう佳境なんですよ。クライマックス、最終章そろそろ始まるぐらいの感じなんで、あの1巻まだ読んでない人ぜひ読んでください。あの完結する前に読み始めてほしいじゃないですかね。ぜひあの手に取ってみてください。これはまああのもうぶっとくぶっとく短く燃え尽きようと思って書いてるんで。だってジャンププラスのエレン終わってからもう2年よ。10月、多分連載終わったの10月なんだよね。本当に2年経った。ジャンププラス結構ホームだと思ってるんで、ホームから2年離れてしまっています。まあもうね、あの一応連載決まってるんで、まあ、あとは時期を待つだけっていう感じなんですけど、ちょっとねまたね、今ジャンププラスめちゃくちゃ面白いじゃないですか。面白い漫画めっちゃ多いし、さあメディア化もさあすげえ盛り上がってさ、いいなーっつって、いいなージャンププラス今年々良くなるなー、ジャンププラスないいなーってさ思って見てるんですけど、僕がいた頃もさもちろん盛り上がってたけどさ、やっぱ盛り上がりがさどんどんレベル上がってさ、もう今だってさジャンプ本誌ともう並ぼうとしてますよ。並んでんじゃないかみたいな、そんな修羅の世界へ。こんな YouTube をやってるようなクソ雑魚漫画家が帰っていけるのか、ちょっとあの温かい目で見守ってもらえると嬉しいです。いやーマジ頑張んねえとなー、マジ頑張んねえとなー。ちょっと最近その創作のギアが上がったんで、最初から上げとけよって感じだけど、その最近ちょっとねまたやる気に満ちて頑張って頑張ってもう一回もう一回漫画かーって気持ちになってます。やっぱね2年空いちゃってるんで、ね、ちょっとブラパトやってたから誤解があるんだけど、ブラパトは本当に1から10まで楽しいんで打ち合わせとかもさずっとさあのエルパトの話してるだけなんで、その楽しい、まあ楽しいだけで終わっちゃダメなんでね、ちゃんと売らなきゃいけないんだけど、真剣なんだけど、修羅の国に帰るのが怖いです。2年ぶりのジャンププラス、もうそろそろでしょ、知らんけど、ちょっと作画の先生のスケジュール次第だけど、もうそろそろだと思うんで、そろ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 あれがああだってこうなるから、ああそろそろだなって感じなんでまあこれに関してはそのアニメ化みたいにそのなんか早すぎる告知とかしないんで、多分もう来週始まりますとかそのぐらいのタイミングで告知することになると思うんで、うん、またあれだね、例によってあのジャンプの本誌に載るんじゃない、あの告知が。なんか大きさわかんないけど、なんかこの辺左引きのエレン原作カピジャンプラスの期間みたいな感じで出るんじゃない。でそれをこう写メ撮ってついに出たねっつってバッツイッターで拡散、誰もリツイートしないみたいな誰もリツイートしない、6リツイートぐらいのジャンプラス本誌パシャ。あれさ、まあ、読者は嬉しい、作者は嬉しいんだからさ作者が嬉しそうなツイートはリツイートしてください興味なくても、ああ嬉しいんだなカッピーよかったねっつってハートでも押してってください。興味ないな、分かった、漫画を読みたいんだからね読者はね。ジャンプに乗ったパシャ、興味ないな分かってます。俺は嬉しいから、俺の嬉しさを広めてほしいで、そうだ、まあこれもちょっとまだなんかその言えることないんであれなんですけど、実はあのちょっとね漫画以外の原作者っていうのもちょっと挑戦しようと思ってて、今日ねあの打ち合わせこの後行ってくるんですけど、なんか漫画以外の原作者やるかもということで、でまあ何の告知だよっていう感じだけど、なんかね原作者っていう肩書きをちょっと強めていこうかなと思ってて、つまり漫画原作者っていうとさ漫画家の中の半分っていう感じじゃん。漫画の半分を担当しているのが漫画原作者じゃん。でもさっきのさカルピスの現役理論でいうとさ、本当はさもっといろいろできるはずなんですよ。ドラマの原作とかさ、原作って言わないか、ドラマの脚本とかさ、映画舞台
なんかアニメみたいな、なんか小説とかさ、なんかあのそれぞれに それぞれの専門職がいることはもちろん百も承知だから、そんな簡単にいかねよって思うけど、あのでもそのまあ漫画もさ、自分素人で始めたんで、そのやってみないと分かんないじゃないですか。やってみて意外とあれ合ってるかもと思ったら、そこから勉強すればいいだけだから、なんかやんない手はないなと思ってて、原作者っていうもう少し広いけど太いこのカルピスの現役仕事をちょっとこれから増やしていってもいいかなと、そういうアラフォーを過ごそうかなみたいな感じで思ってます。今39歳、来年40前にして、ちょっとそういうなんか原作者っていう印象をちょっと太くしていけてもいいのではないかと思っております。まあそんな感じで、ちょっとこれからもいろいろ、まあ左引きのエレン中心に私の創作活動やら、なんか時計の自慢とか、なんかそういうグラパトしたよとか、なんかそういう話とかもしていきたいなと思ってますんで、よかったらチャンネル登録、グッドボタンなどよろしくお願いします。じゃあありがとうございました。